こんにちアンニョハは。セ空ヨ、です。バダです。ですね。はい、今日は地理を教えていただきたいと思います。はい、韓国の場所なんですが、ここに日本がありまして、で、この中国とロシアの下にこう半島がこうピッて出てるんですけど、これを上と下に分かれてるんですよそうね。ですよね。で、皆さんよくわからない方は、ここ全体が北朝鮮を入れて韓国じゃないかなと思う方が結構いらっしゃるんですけど、もう完全に北朝鮮と韓国分かれて、ここの半分が韓国ですよね。下が、そう、この下、チェジュ島、チェジュ済州島、島を入れたこっちの半分。なので、日本の面積と比べるともう4.5倍ぐらい日本が大きいと思います。日本の方が大日きい。本は全然大きいと思います。じゃあ、では韓国の地理を細かくちょっと分けながら皆さんと見てみたいと思います。中部と南部で分かれてるんですね。その中部の南部の中でもまた大きく、この中部は3つで分かれて、南部は2つに分かれてます。ソウルですよね。ソウルはここは경기도지방というんです。この隣が강원도とかがあるところなんですけど、関東地方、この下の緑の충청도があるところを호서지방というんです。あと호서지방の下、こっちは전라도がある호남지방ですよね。호남지방。その隣が영남지방というんです。釜山とか경상도があるところを영남지방というんです。この地方の中でまた大きく重要都市があるんですね。ソウルは特別市なんですけど、その隣にあるインチョンですよね。インチョンは광역시というんです。こっち충청도には대전광역시があります。この下、전라도の方は광주、赤いところですね。광주광역시があります。その隣、경상도のところは、ここには대구광역시と一番下、南の方の부산광역시があります。このように大きくまた광역시が6箇所ありますね。호남지방の下に、こっちに제주도があります。この제주도は島なので、特別자치도というんです。あと、ここにまた青いところがあるんですね。대전のすぐ上、ここは세종시なんですけど、この세종시も特別자치시なんです。自治市といいですね。で、세종特別자치시、これ제주도は特別자치도で、これはソウルは特別市。ちょっと皆難さしいですね。ん、混乱するかもしれないんですけ混ど乱ね、しこのようね。に細かく分けられてあります。ですけど、ソウルがあるところは、경기도といって、これは강원도という色で分けてます。충청도があるところは、충청남도、こっちが南도ですね。こっち緑が충청북도というんです。その隣の경상도というんです。こっちが경상도、경상북도で、その下は경상남도というんですね。このちょっと黄色いっぽいところが경상남도북도、충청도も남도북도、ここ광주、전라도も전라북도、전라남도、電話番号も分かれてるところで、主要광역시を含めた南道北道で電話番号が分かれていこの括弧に書かれているのが電話ま番す。電号話なん番で号すでか？すよね。じゃあこの自よう分のに。番号の前にこれを入れてっていう、そうで日す本とね。同じですか？そうです。釜山광역시だから、この釜山とか대구とかまた別の番号が前あって、全体的な南道とか北道もまた分かれてあるんですよね。その分かれてる中で、また細かく市ですよ市ね。が。府中の市、このように細かく、よぎまだこちょ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 なってますよね。ここソウル特別市、隣のインチョン광역市とか、このように分けて細かいところ。前回話してたドラマのチャン・イビンさんのお墓の場所が、この
경기도ですよね、はい、경기도と言ったらこの辺ですよね、はい、白い赤の中なんですけど、チャンイビンさんは경기도고양시にお墓があるので、うん、ソウルのすぐ隣こっちですよね、くっついているところが、はい、ここチャンイビンさんソウルにあるあのチャンイビンのお墓があります。じゃあ、この地理が分かったところで、次回そこの場所がどんな感じなのかとか、うん、まあ、有名な特産物だとかをいろいろ教えていただきたいと思いますね。はい、おぬるど、ジョンハル、ポネセヨ、アンニョン。